どうもこんばんは。こんばんは。シャレコアでございます。始まりましたね、シャレコアですね。シャレコアのお時間ですけども、いやー、今日も何が聞けるのかなと。もうねー、僕は寒なってきましてよ、うん、もう年末じゃないですか。なってますね。うん、でね、ちょっとそろそろ、はいはい、この人を扱っとこうかなと思うものがありまして。この人を扱っとこうかなとは、有名人です。あら、有名人が今日はいらしてくださってる。鹿島さん。鹿島さん来ますよ、夜。いや、じゃあ、や夜来ますよ。いやいやいや、鹿島さん来ますよ。ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。いや、俺に謝られた。何もしてない、何もしてない。って言って謝るから。何もしてない、何もしてない。何もしてない。鹿島さん来て、こうやって。いやいや、ごめん。俺、何もしてない。怖いですね、鹿島さんですか、今日は。でね、まあまあ、はい、鹿島さんをもう扱いつつ、うん、はい、ちょっとそれやったら〇〇さんって呼ばれてるシャレコア。おー、うん、なるほど。〇〇さん縛り。面白いね、それはそれ で。ちょっとお届けしようかなと思っておりまして、はいはいはい、こちら、まあ皆さん知ってる方も多いと思うんですが、自己責任系でございますので。なるほど。はい、まあ、あの、あなたのところには間違いなく現れます。ちょ、マジで？いじってしまったので。いじったっていうか大声でね。でそれ呼んだ、来ますよ。呼んだでしょ。来るの？呼んだでしょ。はい、呼んだよね。ごめん、何もしてないって絶対言えよ、鹿島さん来た時。来たら言うよ、ちゃんとするわね。クルーズ向こうからこう、こう、何もしてない、俺キモすぎて帰っていきますよ、鹿島さん。こうやってキモいんだけど、キモいんだけど。それはそれで行きます。はいはいはい、じゃあ行きましょう、うん、鹿島さん、はい、時は第二次世界大戦の日本敗戦直後、日本はアメリカ軍の支配下に置かれ、各都市では多くの米兵が行き交う時代でした、うん、ある夜、地元でも有名な美女、うん、こちら23歳と言われていますが一人、はい、加古川駅付近を歩いていた時に、うん、不幸にも数人の米兵にレイプされてしまい、うん、その後、殺すにも苦しみながら死んでいくのを楽しむため、体の両腕、両足の付け根の部分に銃弾を叩き込み、道路上に放置したまま立ち去りました、はい、瀕死の状態をさまよっていた時、運よくその場を通りがかった地元でも有名な医者に発見され、うん、腐敗した両腕、両足を切り落とすことを代償に一命を取り留めたんです。なるほど。しかし自分の美しさにプライドを持っていた、この女性はですね、生きることに希望が持てず、当時国鉄です、はい、国鉄加古川線の鉄橋上へ車椅子でこう散歩に連れられている隙を見て、車椅子を自分で倒し、両腕両足のない体で体をよじらせながら鉄橋の上に行き、走ってきた列車へ身投げをして自殺をしたんです。なるほど。警察、国鉄から多くの方が線路中で肉片の収集を行いました、はい、しかし不思議なことに首から上の部分の肉片は全く見つからなかったんです、はい、しかし時代が時代だったもので、数日経過するとその事件を覚えている者はほとんどいなくなりました、うん、事件が起こったのは数ヶ月後のある日、はい、朝は元気だった者がなぜか変死を遂げるようになってきました、うん、それも一軒の家庭で起こると、うん、その近所で事件が起こるといった具合です。警察も本格的に動き出し、事件が起こった家庭への聞き込みではなぜか共通点があったんです、うん、それは死亡者は必ず死亡日の朝に、昨日夜におかしな光を見た、そう言うんです。実際に当時の新聞にも記載された事件であり、加古川市では皆がパニック状態になりました、はい、加古川署では事件対策本部が置かれ、事件解決に本腰が入りました。そこである警察官が事件が起こった過程を地図上で結んでみると、あることに気がついたんです。なんとその曲線は手足のない、しかも首もない胴体の形になりつつあったんです、こうなると当然次はどのあたりのものが事件に遭遇するのか予想がつきます。そこで
前例にあった光を見た者は警察に届け出るように住民へ知らせたんです、はい、やはり曲線上の過程では光を見たといいそれぞれ死んでいくんです。そうなんだ。しかし実は光ではなかった、はい、死者の死亡日の朝の告白はこうでした、うん、夜なぜか突然目が覚めたんです。するとかすかな光が見えて、見ているとそれはますます大きな光となって、目を凝らしてみると何かが光の中で動いているのが見えたんです、うん、物体はだんだん大きくなってこっちへ近づいてきます。その物体とはなんと首もない両腕両足のない血濡れの胴体が肩を左右に動かしながら張ってくる肉片だったんです。怖い怖い。ますます近づいてくるので怖くて私は目を閉じました、うん、次からもその同じ肉片を見た者は必ず死ぬんです。そこで次は自分だと予想した者が恐れさのあまり加古川市と高砂市、うん、その間にある鹿島神社でお祓いをしてもらったんです。すると暗闇の向こうに恐ろしい恨みがあなたを狙っているのが見えます。お祓いで拭いきれないほどの強い恨みです、うん、どうしようもない。唯一あなたを守る手段があるとするならば夜肉片が張ってきても絶対に目を閉じずに口で鹿島さん鹿島さん鹿島さんと3回呼んでこの神社の神を呼びなさい、そう言われました、はい、その夜やはり肉片は張ってきました。ああしかし恐怖に耐えながら必死に目を開いて鹿島さん、うん、鹿島さんとこう3回唱えたんです、はいはいはい、すると肉片はその男の周りをぐるぐる張った後に消えていきました、うん、通常話はここで終わるんですが、はい、やはり恨みは非常に強くてですね、うん、その男が旅へ出たんですけどその後にね、はいはい、その旅先でも出てくるんですよ、うん、そうなの。でその後その方がどうなったかはちょっとわからないんですね。ただ非常に厄介なことにこの話なんですけども、もし知ってしまった場合、肉片がいつかはその話を知ってしまった人のところにも現れてしまうということなんですね。はね、怖いお話ですね。で筆者この投稿者の方、私がですね、はい、兵庫県出身の方なんですけども、はい、知ったのは高校時代ですが、はい、私の高校ではこの話は人を恐怖に与えるため、うん、もしくは迷信を恐れるため、うん、そういったことで口に出すこと自体が、うん、鹿島さんというのを口に出すこと自体が校則で禁止されてるんです。すげえ、そんな校則まで。なので皆さん、インターネットで、知ったこの鹿島さんね、はい、地元では幽霊の肉片を鹿島さんと呼ぶらしいんですけども、鹿島さんを見ないことを、うん、まあ、祈っていますと。で、怖いですね。まあ、回避方法あるんでね、さっき言ったじゃないですか、鹿島さん鹿島さんってね、はい、目を閉じずに頑張って見て、3回唱えるか。なるほど。先ほど何でしたっけ、鹿島さんが来た時で僕も3回あの何もしてないってちゃんと目を閉じずにしっかり言うことを自分が何もしてないよってことをちゃんとしたら、マジキモいんだけど逃げていく可能性がありますからね、はい、はい、皆さんやりましょうそれは。まあこれね、ちょっと考察させていただきますけども、はい、いろいろなパターンがね、考察としても皆さん考察し尽くされてるんですけども、そうね、まあ2チャンネルにですね、当時の2チャンネルに登場したパターンを読ませていただいたんですね、私は今ね、今ね、はい、でこちら1970年代より語られてて、うん、そのパターンもこう鹿島玲子っていうね、そう名前があるパターン ね、これね、怪談師の方が扱ったりもしてたりね、ミスちゃんもね、それに付随した事件とか ね、やっていただいたりもしたんですけども、はい、場所もですね、北海道から沖縄、これ広いんですよね、全国的に広がっている。で、まあまあテケテケっていう有名な妖怪がいるんですけど、その原型と重なったりですとか、こう50年以上もの間形を変えつつ未だにこう語り継がれているお話なんですよね。すごい歴史があるお話なんだね。というところで続きまして、はい、比較的現代のお話いきたいと思います、うん、はい、大井さん。大井さん、はいはいはい、大井さんってのが何者なのか分からんけど、俺の地元のコンビニバイトの間ではかなり有名、うん、大井さんって名乗った客が来たら目を合わせたらダメ、うん、先輩からの指示を受けてコンビニでバイトをしていた俺はそれを数日間覚えてたけども、もう忘れてしまった、はいはい、3ヶ月ぐらい経って結構慣れてきた時に後輩が入ってきた、うん、後輩に仕事を教えて結構俺は楽できるようになっていた、うん、でその後輩と2人で夜勤に入った日、バックヤードで俺はタバコ吸いながら廃棄予定の弁当を食べていた、うん、その時
防犯カメラの映像を見てみると3人の中学生ぐらいのガキンチョが立ち読みしているのみで、うん、後輩はレジの前で注意深くそのガキンチョたちの動きを監視していた、うん、これは万引きを防ぐため、はいはい、俺も3つある切り替えボタンを操作しながら店内の様子を見ていた、うん、すると後輩がいきなりレジの前で誰もいないのにペコペコしている、うん、何をしてるのか不思議に思っているとバックヤードにいる店員を呼ぶブザーを押してきやがった。瞬時に俺はあ万引きしよったなと、うんうん、察知してバックヤードから出ていくとレジの前におじさんが立っていた、うん、万引きの合図の後に来た客かなと軽く考えつつ、はい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 、いらっしゃいませと大きな声で言うと、うん、客がいきなりこんにちは大井さんですえはと、うん、何言ってんだとあまあでも後輩が手招きしてくるから、はい、こう近くまで行ってみると、うん、大井さん出ましたね店長が言ってた人ですよなるほど目合わせちゃダメですよ急に思い出したあの話ね幸い大井さんは俺が後輩に呼ばれるまで後ろを向いていたので、うん、顔は見えなかったが大井さんは、うん、ねマイルドセブンとあとこのガムと唐揚げちょうだい注文すんのかよレジ打ちを後輩がしてる間に俺はタバコを取って唐揚げを取って袋詰めをする、はいはい、すると大井さんはあとねいやまだどっちかの命ちょうだい怖っと冗談で言ってきた怖っと思いつつ申し訳ございません当店では取り扱っていないんですとまあねマニュアル会社だまあまあまあ流すような感じでね、はいはい、頭を下げてこう受け流したとするとじゃあさ、あそこの3人のうちの1人でいいから命ちょうだいよ厨房3人は聞こえてないのか雑誌を読みながらガヤガヤしてる、うん、俺と後輩はどうしていいのか分からずに困ったようなそんな素振りを見せていた、はい、でお互いを見ながら申し訳ございません彼らも商品ではございませんのでそうだよね。それと大井さん笑いながらじゃあ全部もらっちゃうねもらっちゃうのそう言いながらお金と変な針金細工を3つ置いていった、うん、次の日店長と俺より前に入ったパートのおばちゃんにその話をしてみた、うん、え？なんて？大井さん何か置いていった、うん、ちょっと不安があってるんです、はいはいはい、というので預かり品として置いておい、置いたこの針金細工、うん、それを持ってきて見せたんですよね、うん、これは大井さんが次来たら返しなさいということなので、うんうん、それをこうバックヤードに持っていて分かりやすい位置に、置いていた、うん、それから次の夜勤の日バックヤードから涙目で後輩が出てきた。どうした？何事かと聞いてみると、うん、針金細工がうねうねと動いていると。いや嘘でしょ。見に行ったんですよ、うん。そしたら3つともこうまるでねミミズが這うかのように動いてるんです針金細工が、はい。それは数日しかも夜のみ動く。他の夜勤の先輩たちもそれを見て気持ち悪がっていた。うんうん、数日後一つのこのうねうねがピクピクと動きを弱め出した。うん、その日近くの交差点で。バイクと車が衝突事故を起こして中学生が一人死亡したことかニュースにもなったんだけど車の運転手は暴走行為をしていたバイクの前に誰かが立っていたのでバイクは急ブレーキをかけてこっちに突っ込んできたんだと言っていた次の日の夜先輩と店長が夜勤の日大井さんが来たそれをきっかけにこの針金細工3つを返して申し訳ございませんがと説明して返すことにした、はあ、その時の先輩の話では、うん、大井さん少年の首を持って入ってきたらしい、店長もそれを見ていてすごくビビっていた、うん、店長に言われてバックヤードに針金細工を取りに行った先輩はカメラに映っている少年の体のみを見たらしい、はあ、体はレジの前の下を何かを探すようにこう撫でていたと、はあ、そしてカメラには店長以外には何も映っていなかった、はいはいはい、他のコンビニで働いている友人や深夜2時までやってるレンタルビデオ店でバイトしている友人もこの大井さんの話を知っていた、そうなんだね、どこのコンビニとかでもこういう話ってあるのかね今でも多分大井さんいると思うよコンビニの店長とかは今でも行った時に挨拶したりこうバックヤードにこう招かれて話をしたりするんだけどさ、うん、大井さんの話もするんだよこの前大井さん来てさそんなことも言ってた他にも大井さんの話聞いたことある人いるのかな、うん、誰も顔見たことないから顔はわからないんだけど後ろ姿は普通のおっさんなんだよ、うん、この話聞いた友人は俺なら見てみるよとか言うんだけど絶対見れないと思う、うん、普通に声が高くて気さくな感じなんだけどさ、うん、背筋から這い上がる怖さがあるんだよ、うん、
大井さんです。そう言われた瞬間の声とか思い起こすと怖すぎるんだよね。寒々しいというか、なんというか、見れないようになってるのか、顔は絶対見れないんだよ、うん、店長が言うには。俺は一回防犯カメラで大井さんをビデオに録画したことあるんだけど、顔は見れなかった、うん、昼間に来てたんだけど、周りの人は大井さんに気づいてなかったんだよな。そうなんだ。怖すぎる。大井さんって何なんだよ。名前の由来も自分で言ってるだけで、こう意味があるのかないのか分かんない、うん、コンビニバイトをしてたら分かると思うけど、客来たからって全員の顔って見ないもんね。いらっしゃいませって言うぐらいで、うん、まあだから大丈夫だと思う。だから大井さんですって言われたらとにかく目を見なければいいらしいから、うん、忙しいふりしてさっさとレジ打ちしていくらですって言いながら頭下げとけばいいと思う。最初大井さんが来るまではヤクザかなんかの取り立てかと思ったんだけど、終わりです、うん、なるほどね。なんかザ怖い話ですね。昔に僕たちが学生の頃とかにネットとかがまだあんまない頃に怖がってたテイストの怖い話ですね。嫌ですね。大井さん、さんの目的何なんでしょうね。やっぱお客さんと店員っていう立場じゃないですか。そうですね。だから無限にも扱えないじゃない。そこがちょっと立ち悪いですよね。対等じゃないところから来てるっていうのがなんかこうで、上の立場っていうかね、なんかそれで命を欲しいとものすごいちゃんと言うじゃないですか、はっきりと。でね、こんなダイレクトに命ちょうだいって言ってきて、うん、この針金細工の気持ち悪いこの細工なんなのよ、ね、でうね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 動いてて、ね、まあ、うねうねしてる間って多分なんか巻き込まれてるんでしょうね、多分。そうなんだろう ね、自作が発動してんの。そう、3人とも多分なんか巻き込まれてるんですよ。わ、怖っ。でその弱ってる1個だけね、こっちから尽きたから、はいはいはい、そのタイミングって多分、ね、死んでるといいでしょう。いやすごい、ザ都市伝説系の怖い話ですね、これはね。怖かったですね、怖かったですね、これね。そして最後、おこちら、あなたが大好きな飲酒にまつわる話です。飲酒久しぶり。いやいや、もう最高野郎ですよ飲酒に対してその反応する男なかなか飲酒の話ってね、まあまあこういろんなところで扱いますけど、はい、ちょっと久しぶりに聞くなって気がするんで。じゃあ行きましょうか、はい、タイトル、エンベさん。おー、エンベさん、これ発音が合ってるのかちょっと分かんないです。エンベさんかもしれないし、エンベさんかもしれないし、分かんないですけど、僕なりにちょっとね、エンベさんとさせていただきます、はい、帰省したついでに祖母に小鳥箱的な、なんかこう呪い的なさ、はい、こう飲酒話がなんかないってこう聞いてみたと、うん、残念ながらそういったことはなかったんだけど、うん、おじさんがそれっぽいのこう知ってたから今ここに書いてみます、はいはい。つっても友達が犠牲になったとか、お寺で怒られながらお祓い受けたとか、うん、そういうなんかこうね、直接的なものはないんだよ、うん、はい、昔そういう奇襲があったよって話なので、うん、シャレにならんほど怖いかというと首をかしげざるを得ない話なんだけど、うん、まあまあとりあえず書いてみる、はい。1980年代おじさんが都内の某大学に通っていた頃、うん、某地方の文化調査で教授のフィールドワークに助手というか200人夫、まあ、お手伝いですよね、うんうん、として同行した時、まあ、とある村に行ったんですよね、うん、でそのとある村落というか、まあ、集落があって、うん、そこなんですけど、猿の神様を祀る家というものがあった。エンベさんだとかエーベさんだとか、はいはいはい、取材相手が文字で書かれたのを見たことがないために正式な発音や綴りは不詳、うん、とりあえずエンベさん、うん、ということにしておく。このエンベさんのご神体は何年間に一度新しく作り変えられる、うん、その法則もわからない。ご神体の作成にはまず甘酒を用意し、うん、酒といってもおかゆみたいな甘酒、うん、米の形が残っているデロデロの流体、ご飯を水に入れてそこに酒種を加えてかき混ぜる、ほこりよけに蓋をしてそのまま常温で放置するという大変アバウトな作り方、うん、おじさんもこう飲ませてもらったそうなんだけど、ぬるい甘さとほのかな酸っぱさに米粒のねちょっとした食感が何とも言えず微妙な一品だったと言っていた、うん、貴重な体験ありがとうございましたって味だった模様、うん、ちなみにこの甘酒用の米には専用の田んぼがあったらしい。甘酒ができたら桶に入れて、山の中に放置すると猿が来てこれを飲む、
いい加減酔っ払った頃を見計らって飛びかかってフラフラの猿を捕まえる、うん、この時お面をかぶって決して猿に顔を見られてはいけない。捕まえた猿は竹籠に入れ半月ほど甘酒だけで、買って決済させる。餌付けもされていない野生の猿だから初めのうちは見向きもしないけども、そのうちに空腹に負けてこう甘酒にこう口をつけるらしい。そして決済が済んだら竹籠の周りに犬をつないで吠えかからせ、猿をビビらせるだけビビらせたところで、この竹籠ごと俵に入れて土に埋める、そして1年経ったら骨を掘り出して洗って祀る。この時はこう今までこう猿の前に現れる時はお面をつけっぱなしでねこうやるんだけども、この時は素顔で行わないといけない。そうなんだ。自作自演で助けてやったんだから恩を返せよっていう意味。ああそういうことなんだ。そして古い方の骨は山に返す。これも具体的にはちょっとわからない。これで不思議と農作物が鳥獣害から守られると。へー。特に姫事ってわけでもなかったらしく、集落の他の家の人も普通に知ってて、うん、取材相手の証言の限りではこう差別なんかもなかったと、うん、あるいはこう他の家もねこうご利益に預かっていて、うんうん、他の集落には秘密とかだったのかもしれないけど、こう村の中ではこう有名なね、はいはい、まあ、風習ですよね。で太平洋戦争でその家の長男が出世して、で亡くなったあたりでご利益がないと、うん、まあ、感じたのか、うんうん、時代にそぐわないと思ったのかちょっとわからないけども、この奇襲は行われなくなったと聞かされてたんですけども、はい、その遠兵さんを祀っていた家はまだこう代々続いていて、うん、で直接取材しようとも試みたけど、80年代にもなるとさすがに願文のいい話じゃないじゃない、うん、丁寧に断られた、うん、それでおじさんはこういう記載が昭和の中頃を近くまであった事実に感慨ひとしおで、うん、その存落を後にするわけです、うん、で大学に戻ってみる。でおじさんは教授から以下の仮説を聞かされた、うん、遠兵さんの名前は初めは猿っていう漢字こう縁ね、うん、縁ね、うん、からこう縁の発音が来ているのかと思われがちだけども、エイベさんっていう呼称も考えると、うん、エビス様をエベスさんっていう言い方があることから考えて、そっちの方が由来に近いんじゃないかと。あ、なるほど。でエビスっていうね、うん、このエビスってこの一文字にすると、はい、このエビスっていう漢字は異邦人っていう意味もあるんですよ。うん、なるほど。だから本来は猿じゃなくて旅人を使ってたんじゃないかと。わー、面白いですねこれは。山に返されたという骨を調べればそれが猿なのか人の骨なのかは分かったかもしれないけども、はい、それは遠兵さんの家が協力してくれない以上調べようがないでしょう。うんうんうん、教授の説の真偽は不明だけども、あるいは世が世なら我々二人ももしかすると生きて帰れなかったんじゃないかなとおじさんは笑って話していました。ということで終わりでございますけども、よき出た、よきよきですね、これは、まあ、意味怖、ね、意味が分かると怖い話にも、はい、うん、通じるものがあるというか、なんかこの猿を使ってっていうか、それがもともと旅人でもしかしたら日本の人じゃない人をそういうふうにしてたかもっていうところが、ないですね、でそれがさらにね、この猿ってやっぱちょっとその外国の方を表す侮蔑的な表現にもなるから、うん、だから猿を使ったんじゃないかっていうところまで想像を働かせると良きですね。良きでしょう。めちゃめちゃ面白いなと思いました。でこれ、まあ、昔はこうエビスっていうものをよそ者、はい、ねね、こう呼び方として、うん、エビスがさみたいなこう言い方をしてたっていうところがあってね、はいはいはい、でこう時代的にこう旅人などをこう襲ったとしても、うんうん、こう行方不明にですで済むじゃない、なんかそういう時代というかね、はいはい、だから人間で行っていたけども、うん、こう年代がやっぱこう昭和になってくるとリスクあるから、うん、はい、だから猿で代用してたんじゃないかと。そういうことだ。そうでなかったら調査で訪れた人間なんてこうね、遠兵さんの過去の餌食じゃない。そういうことになりますよ ね、教授とおじさん2人、はい、ね、なるほど、怖いですねこれね。怖いね、まあ、ちょっと最初のね鹿島さんからちょっと始まったけど、いろんなジャンルの違うのが
なんかこうギュッて濃縮された感じでしたね。今日ね。で、一個ね、気になることがあって、この塩ビさん、どれぐらいの周期で行われてたとか、そういったもの一切不明だったじゃない。そうですね。これって結局、おそらくこうね、旅人が訪れるタイミングで新しい塩ビさんを作ってたから、なるほど。ランダムなんだ。不定期なんですよ。いつ来るか分からないもんね。いつ来るか分からんから。よきよそっか、はい、そういうね、周期が決まってないのは、ね、人が来た時だけだからだよってことですね、という感じで、なるほど、ちょっと毛色が違うようなシャレコア〇〇さんシリーズということでくくらせていただきました。よかった。以上シャレコアでした。ありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな。やっぱ面白いな。良きですねマジ不思議プレゼンツ、階段に夢をその手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話と出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった。マジであれやばいよね。やばい。